木の本駅は、滋賀県長浜市木の本町木の本にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。直東駅は、有人改札である。駅番号は、JRA05。かつて、北陸本線は、東駅から、鶴ヶ駅までの間は、急勾配の、柳瀬越,越えと呼ばれるルートを走っていたが、1957年に、現在の新線に切り替わった。急線は、 柳瀬線として存続したが、1964年に廃止された。旧町名など、住所の表記及び近隣に立地する施設など多くの名称表記が木の下であるため、駅名も同様に表記される事例が少なくない。前原駅木の下駅間で運行される SL 北尾は古後短式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ。 地上駅で、京上駅舎を持つ、緑の窓口も設置された直営駅であるが、自動改札機は設置されておらず、愛子家などは、改札口付近のカードリーダーで処理する。駅の1階には、駅と商店街を結ぶ交流拠点、ふれあいステーションを管が入居している。上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場、2番乗り場は上下協業の対比線である。 降落シーズンの臨時列車、SL 北尾は今後はこの駅が終着で、2番乗り場に到着する。平日も含め、両方向とも、レール磨き目的で1日1往復の普通が2番乗り場に停車する。柳瀬線廃止前は、単式、島式の複合型3面6線であり、以下のように利用されていた。なお、4から6番ホームは、串型ホームであった。 北陸本線下り北陸本線のボリヒコネ方面、機動車柳瀬線対比線対比線駅の1階に入居している交流拠点である、木の本を代表する名産物、工芸品や旬の農産物が販売されている。また、木の本には、静ヶ岳古戦場があることから、戦国武将や浅井三姉妹のグッズなども販売されている。2005年、集客力の低下に、 危機感を持った商店街を中心とした木の元町町まちづくり運営委員会が設けられ、中心市街地活性化など地域活性化のための検討がなされてきた結果、その一つとして投資施設を開設し運営を行っている駅と商店街を結ぶ交流の拠点としての役割を果たしており、地域住民や観光客に利用されているほか、 商品販売の希望者向けにレンタルコーナーを設置し、販売の受託も行っており、2009年時点では、常時70名程度が出品しているという、営業時間は9時から17時、年末年始を除いて定休日はない。当駅を発着する列車は、日中は、大見塩用駅で、湖西線の列車に接続している。なお、新快速列車における、 大阪方面から、米原駅経由での当駅までの所要時間は、直通する列車では、米原駅での増解決に時間がかかる。2006年10月21日のダイヤ改正以前は、当駅折り返しの普通が設定されていたが、大見塩津駅まで延長される形で廃止された。2011年3月12日の改正で、日中時間帯は1時間あたり1本に見直された。 滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。名所、旧席など、公共施設など、文教施設など、金融機関など、主な商業施設道路それぞれコミュニティバスとして運行され、長浜市による補助がなされている。西日本旅客鉄道 A 北陸本線新快速、普通高槻駅機の元駅。 横駅日本国有鉄道や長瀬線木の本駅から中野郷駅 JR 時刻表1992年11月号12月号 AB 第21回木の本町,町まちづくり運営委員会滋賀県このセクションは客注意以外は同施設の公式サイトを参考とした平成4年滋賀県統計書平成5年滋賀県統計書平成6年滋賀県統計書 平成七年滋賀県統計書平成八年、滋賀県統計書平成九年滋賀県統計書平成十年滋賀県統計書平成十一年、滋賀県統計書平成十二年滋賀県統計書平成十三年滋賀県統計書平成十四年、滋賀県統計書平成十五年滋賀県統計書平成十六年滋賀県統計書平成十七年、 滋賀県統計書平成18年滋賀県統計書平成19年滋賀県統計書平成20年滋賀県統計書平成21年滋賀県統計書平成22年滋賀県統計書平成23年滋賀県統計書平成24年滋賀県統計書平成25年滋賀県統計書平成26年滋賀県統計書平成27年 滋賀県統計書平成28年、滋賀県統計書平成29年、滋賀県統計書平成30年、滋賀県統計書、旧滋賀銀行木のも支店木のも町長期のもと、交友館長浜市のコミュニティバスについて長浜市、ありがとうございます。